れを練習することで、かなり実戦でもですね、タフショットとか競り合ったシュートとか決める力にもつながっていきます。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、コーディネーションシューティングということで、ただシュートを練習するだけじゃなくて、その前段にちょっとワンアクション、そしてワン要素を入れながらですね、シュートを打っていくおすすめのドリルをご紹介します。で、今日やることはですね、こうバランスですね。シュートっていうのはこうボディバランスとかそういったものでシュート確率変わってきますので、ちょっとそういった負荷をかけて行っていきます。やることはこのように片足を上げます。片足を上げてボールをですね3回回してこのバランスをキープしてシュートを打つっていうドリルですね。かなりバランス要素含まれるんですが、これがフェーダーウェイとかワンレングシュートの時に、効果を発揮します。もう一度やってお見せしますが、3回回してバランスを保ってシュートですね。このドリルもかなり、自主練の中で使ったりして、効果的です。ちょっとこれはですね、私がやってお見せした後に今日ちょっと高校生の彼もいらっしゃいますので、ちょっと彼に実演してやっていただきます。お願いします。バランスですね。3回回してシュートですね。はい、いいですよ。練習しましょう。しっかり体幹を意識して安定させて、はい、入るまでいきますか。はい、といった形ですね。まあ、結構初めやりたての頃はちょっと難易度高いく感じるかもしれないんですが、こういうふうにこうボディバランスプラスシュート、まあハンドリングの要素も入ってますしね。これを練習することで、かなり実戦でもですね、タフショットとか競り合ったシュートとか体勢を崩しがちなシュートを決める力にもつながっていきますので、ぜひですね、まあ右足のパターン、左足のパターン、右回し左回しのパターン、それぞれのパターンもですね、折に触れて、トライされてみてください。はい、今回はですね、実践に直結する、バランスを意識したシュートドリル、これをご紹介させていただきました。で、これとはまた別のですね、今度は外回りから1対1で相手を出し抜いて突破していく、その時に使える1-1の実践的な4つのドリブルムーブですね、これを今、プレゼント動画としてお渡しさせていただいております。で、そのプレゼント動画がもう日本全国2万5000人以上の方にご覧いただきまして、もう試合でかなり使えた、点を取ることができて、そしてゲームに勝利することができたということで大変好評いただいております。で、そのプレゼントをぜひあなたにもゲットしてほしいんですが、この動画の概要欄ですね、説明欄に登録フォームがございまして、そこからゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。